はい、スピードスターチャンネル始まりました。新年一発目ということで、今年もですね、皆さんに楽しんでいただけるチャンネルにしていきたいと思いますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでですね、新年一発目は何をやろうかと、考えた結果ですね、はい、一体感の対戦カード発表に行きたいと思います。はい、やっぱ新年ね、一発目からちょっとプロレスネタでね、はい、行きたいと思うんですけども、この番組は株式会社 KMC の提供でお送りします。今までですね、昨年第1試合と第2試合まで、決まりまして、あとは、まあ、あの大会発表するときにですね、シーマ選手と、自分のスパーリング5分間っていうのもね、発表すでになってますけども、今この3つこうかな、カメラ、はい、3つがね今決まっておりますので、今日はですね4つ目を、はい、決めていきたいと思います。はい、まあ、今回はですね、女子のね、女子プロレスもちょっと1試合ね、予定をしておりますので、今日はこのカードをね発表したいと思います。はい、いいですか、早速いっちゃってよろしいですか。はい、ではですね、女子の試合はですねタッグマッチで行いますので、メンバーはですね高橋七重、優組対サリー田中絆組でいこうと思います。はい、でね、この試合の、まあ、試合順なんですけども、はい。この大会のセミファイナルを予定しております。はい。まあ、自分がここで触れていく前に、今回この参加していただけるサリー選手、田中絆選手、高橋七重選手、ユウ選手からですね、ビデオメッセージが届いておりますので、まずはそちらをご覧いただきたいと思います。どうぞ。皆様こんにちは、プロレスリングウェブ所属の田中絆です。この度吉野正人さんプロデュース工業一体感ザ・ファーストに参戦させていただけることになりました。このような素晴らしい選手が揃っている中で女子の試合代表として選んでいただけて本当に光栄に思っております。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。プロレス界の太陽神サリーです。この度2月15日に吉野さんの、主催する大会に、声をかけていただき、とても嬉しく光栄に思っております。本当にありがとうございます。この大会女子プロレスが1試合しかないということで、私がしっかりと女子プロレスの熱い戦い、本当に魂こもった戦いをお見せしたいと思っております。ぜひ皆さん2月15日は新宿フェイス来てください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、イギリスプロレスリングイブ所属のユウです。2月15日吉野正人さんの自主興行スピードスター参戦させていただきます。私のパートナーは高橋七重選手です。私たちはスターダムでセブンアップというユニットを組んで、過去にタッグでもベルトも巻いてる、もう超熱い強い最高のチームになってます。そして対戦相手はサリー田中絆ということで、しっかりとこの2人を熱いパッションと最高のパワーでぶっ潰したいと思います。
当日は女子の試合多分1試合だけだと思うので、皆さんめちゃくちゃ楽しみにしててください。そして会場で熱い熱い応援よろしくお願いします。バイバーイ。ファッション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 、こんにちは、ファッション女子プロレス界の人間国宝高橋真由です。吉野選手初の女子興行開催おめでとうございます。その初めての女子興行に高橋七重のファッション必要なんですよね。ありがとうございます。私は世界にこれからファッションをもっと広げていこうと頑張っていますのでね、このファッションをユウと共にサリー田中絆、田中絆選手は初対戦になります。楽しみですね。サリーもそんな対戦になるので、みんなにファッションを燃やして、会場もファッションで燃やし尽くしますので、どうぞお期待ください。それでは楽しみに、ファッションファッション。さあ、ということで皆さんから熱いメッセージがね、届いておりましたけども、まあ高橋七重選手はこれどこで撮ったんでしょうね。これ完全にパッションしておりますけども、あとあの七重選手ね、あのこのビデオの中で吉野選手って言ってるんですけども、僕選手じゃないんでね、引退してますんでね、はい、まあ多分パッションが上がりすぎてね、まあ吉野選手って言っちゃったと思うんですけども、まあまあ気合はねもう十分伝わってきましたんで、はい。ということで、まあ、改めて言いますと、セミファイナルがサリー田中絆組対高橋七重優組ということなんですけども、これね、高橋七重選手と優選手はスターダムさんで、ね、タッグチームをこう結成してるみたいで、チャンピオンにもね、なってるみたいなんですね。はい。もう高橋七重選手といえばもう、私よりも、もうキャリア上の大先輩でございますからね。僕はまだ多分学生の頃からもうプロレスされてたと思うんで、人間国宝でしたっけね、はい、ということなんで、もうこの中ではもう断然ね、高橋七重選手がもうキャリアにも勝りますし、もう経験も豊富だと思うんですけども、そのパートナーがですね、なんと優選手ということで、もうね、こんなにもこう、なんて言うんでしょう、パワーがあって、うん、動ける選手っていうのはね、そう見ないんでですね、見た瞬間に、これはもうちょっと優選手にオファーしないとあかんなと、はい、思いまして、まあ、オファーさせてもらったんですけどね、まあ、心よく、受けていただきまして、まあ、今回、高橋七重優組がね、まあ、実現することになったんですけども、はい、対戦相手、ね、これ、組んで言うのもなんですけど、田中絆選手がね、高橋七重選手と、この優選手のね、パワーをこう、受け止めきれるかっていうところもね、これ、見どころの一つだと思うんですよね。はい。まあ、この中ではもう、年齢がね、若くてキャリアも浅いんでですね、これは、このタッグマッチはね、田中絆選手がこれ、キーになるんじゃないかなっていう感じもするんですね。はい。まあ、田中絆選手はもう言わずと知れたね。もう、田中、グレートの田中実選手のね、娘さんでございますから。はい。で、この絆選手もですね、七重さんに聞いたら、七重さんも試合見たことあるみたいで、いや、すごくいいよっていうふうにね、言ってましたんで、まあ、それだったらもう直接ね、肌を合わして、もうこれは戦ってもらおうと、はい、思いましてね、体格に分けたわけですけども、まあそのパートナーがですね、サリー選手ということで、もうサリー選手の打撃の強さっていうのがね、えげつないっていうふうに私情報をいただいておりまして、まあこれはもうサリー選手のね、打撃をぶつけるにはもう、もってこいの二人だと思いますんで、
もうここはね、ちょっと高橋奈々恵優組相手にどんだけサリー選手がこうぶち込むのかっていうのをね、ここも見どころの一つだと思いますね。はい。いや、この、まあ、男子のね、試合が多い中で、まあ、今回初めて女子の試合も、まあ、プロデュースということでね、組ませていただきましたけども、まあ、僕も21年現役やってましたけども、ミックスドマッチもやったことなければ、まあ、当然戦ったこともないんでですね、正直、まあ、プロデュースっていうところでね、まあ、女子、今まで21年間、絡みがなかったんでどうかなっていうところもあったんですけど、まあ、グレートでもね、美智子選手だったり、細川選手だったりね、まあ、あと、うなぎ選手とかもこう、常に、参戦していただいたりしてますんでですね、ちょっとまあ、幅を、広げるために、ちょっとあえてね、今回女子の試合をね、ちょっと一試合組ましてもらいました。はい。これはね、もうタグマッチ、しかもセミファイナルに組んでますんでね、これはもう4選手に期待してますんで、もう女子ならではのね、男子には見せれないプロレスを、ぜひともね、見せていただけたらなと、思います。はい。ということでですね、今回発表となりましたのは、一体感のセミファイナル、サリー・田中絆組対高橋七重優組ということでございます。はい。ということでですね、2月15日はですね、ぜひ新宿フェイスにお越しいただいて、もう僕たちね、まあ僕も選手じゃないですけど、選手側と、ね、会場に来てくださるファンの皆さんとね、もうこれは大会のコンセプトにあるもう一体感をね、ぜひね、味わいに来ていただきたいと思いますので、チケットの方はですね、E プラスで独占販売しておりますので、お早めにお買い求めください。ということで、今回は以上となります。今年もよろしくお願いします。次回はですね、僕ある会場に呼び出されまして、某選手にですね、はい。で、このカメラと一緒に行ってきましたんでですね、ぜひそちらのね、様子を次週は、皆さんにお届けできたらなと思いますんで、出されてるんですかね、これね、わかんないんです。コミッショナーコミッショナー、はいはいはい、呼び出したのは、ね、田村隼人ですよ。勝つよ。確かね、開催されるらしい。そこで、ね、出場選手で田村隼人、僕の名前が入ってたんですけど、僕の対戦カードまだ決まってないですよ。あ、いいとこつきます。それはちゃんと決まってるんですか。いや、まあ、正直決まってなさそう。そうですね。